どうも、コーズです。今回ですけども、菅波美玲ちゃん、ノットイコールミー、指原莉のプロデュースアイドル、ノットイコールミーの、菅波美玲ちゃんに、文春砲が出たということで、触れていきたいと思うんですけれども、いやー、出ましたね、ついにね。テキーラウェイ、サジャネのプロデュース、のといこみ、菅波美玲23歳が東大イケメン彼氏と個室スパーで、初心にクリーンパルピ飲み会文章オンラインということで。出ました。SNS 上ではちょっと話題になっておりますので、ちょっと僕のね、ツイッターの、ポストですか、今ね。ツイートではなんかポストと言うんだよね。を見ながらちょっとね、触れていきたいと思うんですけれども、やったね菅波やったね。やっぱりこいつはやべえ、そこまでではないのラインがわかる、構図アンダーグラウンド、マジで死ぬ。そう、構図アンダーグラウンドの視聴者の方は、この子はやらかす、この子はやらかさないというラインを僕の動画の中で常日頃学んでらっしゃると思うんですが、まあ、菅波美玲ちゃんはやる側の子なんですよ。いつかやると思ってたんだよ、俺は、ということで。ねえ。ちなみに、東大生になれた、なれば、菅波美玲みたいなアイドルと繋がれると思うんだったら、今からだったら、陰性だったらいくらでもできます。ただ、学部生に入るのが難しいんですけど、陰性だったら東大って意外と難しくないんですよ。これ裏技。知られてないでしょう。構図アンダーガード見てる方にしかわからない。ね。まあ、もう他のね、動画で見てて分かってるんで、みたいな方は分かってるかもしれないけれども、コーズアンダーグラウンドしか見てない方、とか、まあ、この話題に触れない方、触れてる動画に触れない方は、コーズアンダーグラウンドで初見だと思いますけども、東京大学というのは、陰性ほど入りやすいです。そうなんです。なので、東京大学、その学歴コンプレックスみたいなある方は、東京大学に院から入ると最終学歴が東京大学になるのでおすすめです。かといって、まあ、菅波美玲ちゃんみたいな、こう、引っ掛けられるかはまた別の問題ですけども、東大に入るという目的だったら入れますということです。単位取れるかわかんないですけどね、ということですけど。菅波いつかやると思ってたんだよということで、東大生だからうぬみたいに卑屈になる必要は全くないと思います。そう。一浪してるんですよ、この菅波美玲ちゃんの文春砲の彼氏は、彼氏と言っていいのか分からないけれども、彼は、一浪してるんですね。その、一泊した、お泊まりした男の子の東大生は、一浪してるんですよ。一浪して菅波程度しか引っ掛けられない東大生、お前の偏差値何使っとんねんということなんですけども、偏差値45なんですよね。そんな東大生なんて。だから F ラン台で地下アイドル引っ掛けられてるオタクの方が偏差値高いなっていうのが僕の持論なんですけれども、あとは、そう、金に物言わして記事消させる方が闇深くねえかっていう話。今なんか見れてるか見れてるかわからない。ヤフーニュースからは見れたんだけど、なんか大元の記事見れなくなってたりとかするらしくて、で、これ多分リノちゃんの圧力なんだよね。指原リノさんの圧力。まあ年収6億だからね、金なんか余るほどあると思うから、文春にこの金渡すから消してって言ったら消せるくらいの金なんかいくらでもあると思うんだよ。指原莉乃さん今ね、金儲かってっから。だけど、それってどうなんっていう。そこまでオタク見えてますけどっていう話ですよね。どうなんっていう。なんかフェアじゃねえよなと思うけどね。なんなら俺、リキとの話全部言うぞっていう。これが爆弾発言です。はい。詳しく知りたい方、コメント欄、コメントが200件超えたら僕は言うかもしれない。まあそんな話ですけれども。まあ、指原莉乃さんはね、自分のプロデュースアイドルに関して恋愛するのを勝手にしてくれと。自己責任だっていう話は常日頃言ってます。なので自由だっていう話なんですよね。別に禁止なんかしてませんよっていうスタンス。なので恋愛自由と言っときながらも、まあこういう風に文春砲が出てると、消させるでしょう。やばくない？怖くない？恐怖でしかないよね。佐竹の話だってそうだしさ、佐々木舞香の裏垢の件だってそうだしさ、何か知らないけど、煙に巻かれた感ないですか？
うん、俺別にゼゼヒヒで物事言うから、別にサッシーのこと、サシアラリノちゃんのことはめちゃめちゃ好きだし、なんなら結婚したいとすら思ってるけれども、今でもね思ってるけど、このやり方はねどうなんだろうと思うんだよね。なのでゼゼヒヒで話をしています。なのでコーズアンダーグラウンドという媒体は非常に信頼できるということです。はい。だって推しメンのなんかともすれば悪口みたいになるじゃないですか。別に僕はサシアラリノちゃん推しだからね。でも別にそれ悪いことは悪い、良くないと思うことは良くないっていうふうに言いたいからし、まあ、YouTube ってそういう媒体でしょ、だと思ってるしね、だから言うんだけど、だから結構ね、そのファンミーティングとかで俺質問するタイミングがあってさ、この前で質問、それは、ま、全く何の問題もなく質問したんだけど、なんかリノちゃん構えてる感じしたんだよね。あれはやっぱり違和感感じたなと思ってて、いや申し訳ねえなと思ったけど、いやなので指原リノさん、ぜひコーズアンダーグラウンドとのコラボ動画撮りましょう。オファーお待ちしております。そうしたら僕は金に巻かれて黙ります。はい。なのでオファーお待ちしてますということなんですけれども、というまあ爆弾投下の話はリッキー君の件ですよ。それはまた気になる方にコメント200件超えたらちょっと言うかもしれないけど、ということでテキラウェイ、サシャリーのプレゼスが飲みみれ、東大イケメン彼氏と個室出しバーです、シュニクリンパルピ飲み会。まあ、最低な言葉しかないよな。テキーラとかウェイとかパリピとか飲み会とかシチニクリンとかさ、全部もう最低じゃん。最低オブ最低じゃん。だし俺はその菅波みたいな小物をかばうリノちゃんが残念だよっていうところ。もう無視すりゃいいじゃん。もう人気なくなったらなくなったでクビにすりゃいいじゃん。もうそれぐらい権限あるじゃん、リノちゃんはね。だし、まあ、そもそも論の話をすると、アイドルやるような自己権力と承認欲求もりもりみたいな女の子が、童貞が喜ぶようなやつがいるわけないだろって話なんだよね。そもそもね。そう。あえて触れてこなかったけど、まあ、こういうふうにね、菅波みれちゃんのその文春法みたいに出たタイミングで言うタイミングとして適してるかなと思うんだけど、なんかなと思いますけどね。だし、鈴木や小木ならマジで連れてくだろうってことなんだけど、そう、川口と落合も東大生の飲み連れてって言ってやるよってことで、川口の落合は魚民に残したって話なんだよ。それもちょっと面白いんだよな。ちょっとそれはそれで超面白いんだよな。川口と落合はてめえちょっと東大生と合わせる顔面じゃねえから、お前と魚民で待っとけみたいなやつ、ちょっと面白いよね。菅波美玲ちゃん、ちょっと闇深すぎない？もう、圧力生まれない？ちょっと、メンバー間で。私だけなんで東大生紹介してくれないのみたいになんない？だとしたらもう川口と落合も同罪なんだけどさ。はじめまして、いきなりすみません。本人たちが見たら悲しいと思います。ツイッター消した方がいい。まあ、だから、この浜地さんの気持ちもわかる。そう思うよね。でもそれをしてる本人がさ、菅波美玲さんっていうメンバー本人だから、悪いのはメンバー本人だということです。いやー、ちなみに僕とつながったら2万円以上する寿司屋は確定で連れてくので、ぜひDM お待ちしてます。まあまあ、こんなんで来るわけないかもしれない。来たらぜひ、もう来たら全然僕はない全然守秘義務守るし、大水に寿司連れてきますよ。六本木でも銀座でもどこでも好きなとこ連れてきますよ。4万でも5万でもお任せください。はい。で、可愛くて安心安全な子アイドルの見分け方講座やりたい。いや、欲しいですか皆さん。欲しかったらコメントで教えてください。欲しかったらやります。別の動画で。はい。ご意見、コメントぜひください。What the Rico Bengal Holder? これ、ソールドアウトのね。ね、ソールドアウトのモノマネもあれなんでね、バズってんだよね。なんだっけ、YouTube 上で。そう、ちなみに時給100円。1000円で10秒のアイドルというのは時給100円です。はい。時給というか、秒給100円です。1秒100円。10秒1000円。なので、時給36万なんですよ。マジで、それでさ、168時間稼働だとしたら、月収6000万だからな。運営がさ、5950万ぐらい取ったとしてさ、本人50万ぐらいいくのよ。
舐めんなって話だよな、と思いました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コウズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。